戦国なでこ、お前の悩みは時間がないってことだろう。だから方法はある。残り1年でお前が1万時間の努力をすればいいんだよ。いや、努力の量を3倍にするんじゃなくって、お前の人数を3倍にすればいいんだよ。せーの。はあ、愚かだね。逃げ出した4人の私ね。えみんな騙されないで、本物は私。夢を追ってひたむきに努力とか、そんな恥ずかしいことしないでよ。苦しいならやめりゃいいだろうが。両方くらと君は決め顔で全国さ。なでこちゃん、なんだか変わったわね。安全圏にいた神なでこからは変わり果てた。もうあの頃のお前じゃないんだ。この経験を、その気持ちをしっかり絵にして残してやればいいんじゃないの。作品として、思い出として残す。扇さんは本当はもう知ってるんでしょ。だから止めに行くんです。そうしないとこの物語は終わらないんです。無駄だよ大人でこ。いつまでも中学2年生じゃいられないし、14歳じゃいられないんだよ。だからあなたはここにいちゃいけないの。じゃあもう好きじゃないの？そんな大人になっちゃったの？約束する。また私は誰かのことを好きになるって約束する。あなたの辛さは、あなたの痛みは、あなたの可愛らしい失恋は、全部私が面白い漫画にしてあげるから。これも打足だって思いますか？